ですが、そのチャンスを潰しました。6回終わって1対0、カープが1点をリードしています。ゲームは7回の表です。7番から始まるカープの攻撃、田中が入ります。先ほどの打席でライトへのツーベースヒットを放っています。小宮山さん、ここは7回も続投、我慢のピッチングが続いてますね。まあそうですね、これはねベンチも相当やっぱ期待してるんだと思います。そんな期待を感じる続投という形になります。引っ張った、あっと取れない、これはファーストのエラーです。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー1塁です。バッターボックス相澤、先ほどの打席は相手のエラーで出塁しています。エラーでランナーを出しています。ピッチャーランナースタート、キャッチャー二塁送球する、盗塁成功です。ここで盗塁を許してしまいました。高めへのストライク、わずかに外、ボールになります。ストレート打った、抜けた、セカンドランナー帰れば追加点、センター前ヒット、これが今日の初ヒット。これで一塁三塁とされています。ここからベンチはどう動いてくるでしょうか。今リリーフカーに乗ってゆっくりとマウンドに向かっていきます。タイガース、ここでピッチャーが変わります。右バッターが続く場面でマウンドに上がるのは安藤。さあピッチャーに打順が回ってきましたが、ここでカープ代打を送ります。バッターボックスには代打の広瀬。さあマウンドに上がったのは安藤。さあ小宮山さん、ここで変えてきましたね。まあ、これ以上点をやれないということですよね。そうですね。さあベンチの期待に応える投球を見せてほしい。落としてきた、しかしバットは止まっています。落ちる球を見極めました。レフトへ、これはどうか、サードランナースタート、中継にボールが送られる、サードランナーがホームに帰ってきました。カープ追加点、2対0になりました。タイガースもうこれ以上点はやれません。ご覧いただきましょう、終盤この犠牲フライで追加点を奪われています。打順はトップに帰ってロサリオ、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。タイガース、この回追加点を許しています。初球ボール、打ちました、これはどうか、二塁送球、セカンドフォースアウト、一塁転送はアウト、ダブルプレー。
先ほどのプレーです。これ以上点差を広げたくない場面で見事ダブルプレーに仕留めました。しかしこの回カープ犠牲フライで1点を追加しています。2対0、カープのリード広がっています。交代を告げられ、リリーフカーに乗ってゆっくりとマウンドに向かっていきます。タイガースの攻撃です。そしてカープはこの回からピッチャーが変わります。中田がマウンド上に上がっています。バッターボックスマート、西さん、こういったゲームの場合ちょっとしたきっかけで場面が動くというのは多いですよね。もしきっかけがあるとすれば何ですかね。とにかくね、先頭バッター1人のバッターが塁に出ることで状況は動きますよね。さあその状況、この回で動くんでしょうか。サニさん、まずは出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面ですね。なんとかね、同点に持ち込みたいですよね。そうですね、この起用に応えたい。この球は落としましたが決まりません。変化球でしょうか、決まりました。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。ボールになります。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球は際どいところに来ました。ストライクです。ファウルになります。高めちょっと外れたか。際どい。打ちました。ワンバウンドヒットになりました。ベンチの期待に応えました。ワンアウトランナー二塁一塁。さあここでタイガース代走を送ります。俊介がセカンドランナーに入ります。打席には1番バッター梅野。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。ヒットでランナーは2塁1塁となっています。西さん、なんとか追いつきたいですね。もうチャンスもね、そう何度もありませんからね、ここからつなぎたいですよね。そうですよね、ここはぜひ決めておきたい。
常にブレーキが効いたボールです。高めの釣り球、手を出してしまいました。ワンボールツーストライクです。ランナー出ましたがタイガース得点には至りませんでした。7回終わって2対0カープがリードしています。今リリーフカーに乗ってゆっくりとマウンドに向かっていきます。これから8回カープの攻撃です。そしてタイガースはこの回からピッチャーが変わります。金田が3番手としてコールされています。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。バッターボックスは2番菊池。さあマウンドを任されたのは金田。2球目打ちました。この当たりはどうか。センター掴んでワンアウト。3番バッター丸、先ほどの打席でヒットを放っています。まずはワンアウトを取っています。ちょっとすっぽ抜けた感じです。インハイ決まります。146キロ。スライダー外れます。スライダーが決まります。ツーボールツーストライクと追い込んでいます。打ちました。ツーアウトになりました。今画面に出ているのが先ほどの配球です。ツーアウトランナーありません。打ちました。痛烈な打球、わずかに左に切れました。ファールボール。2球目打ちました。取りました。1塁アウトで3アウトチェンジです。この回カープ三者凡退です。2対0カープがリードしています。さあ交代を告げられリリーフカーに乗ってゆっくりとマウンドに向かっていきます。8回の裏タイガースの攻撃です。一方カープはこの回からピッチャーが変わります。
背番号30、市岡が4番手としてコールされています。市岡9番ピッチャー。バッターは守備交代から起用されている新井。さあマウンドに上がったのは市岡。打ちました、痛烈、ショートの左抜けました。先頭バッター出ました、タイガース。ノーアウトランナー一塁です。打順は1番に帰ります、バッター上本。先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。インサイド、打球はレフトへ、レフト掴んでワンアウト、ワンアウトランナー一塁となりました。バッターボックス山田。ワンアウトになっています。初球空振りです。